ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなこと泣けるのよ。もうすぐ帰れた。サボってんじゃないの。僕はこのバスに乗って。散歩するために水蓮公園へ行こうとしているんだ。次は水蓮公園前。水蓮公園前、降りになる方は次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。大きな揺れだぞ。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は人と助け合ってお互いが生き延びようとするだろう。
か？名前は？名前は言えるか？とにかく早く、早くバスから離れろ！スタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は国に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て、僕は…
気の毒だな。もう一度頑張ってほしい。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。おい、そこの兄ちゃん。行けるな。人を探してる。この辺り、俺くらいの背だけど、顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。そんな男は見ていません。チッ、逃げ足の速いやつだ。Thank you.
しよう。うちの生徒たちどこに行ったの？はあ、このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？青いベスト、どこかで見たことがあるような。本当ですか？私、この近くにある翡翠学院高校の教師で、比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました。青いベストの生徒を見つけたら教えます。本当ですか？ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。
エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちになんかよ。先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒と私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、僕でよければまた相談に乗りますよ。ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。しよう。ごめんなさい。私に何か用ですか？翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。え？先生が？これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。
あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ！あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことならヒロコ、最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは何言ってるの？そんな、わかりました。ダメよ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。ここはやはり教師である比嘉さんが見本を見せるべきだと思います。そうですよね。先生、危ないですよ。そうね、私たち翡翠学院の人たちはそんな荒々しいことできないわね。そうですね、私たち上品な校風ですからね。はっ。